人参、玉ねぎ、ピーマンをカットします。鶏ひき肉に塩コショウを加えてこねます。先ほど切った人参、玉ねぎ、ピーマンを加えてよく混ぜていきます。丸く形を整えていきます。フライパンにサラダ油を入れて熱していきます。蓋をして蒸していきます。酒、みりん、砂糖、醤油を加えます。煮詰めながら味をつけていき完成です。